はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトの時間です。今日は天気は良かったんですけど、北風がかなり強かったので船の上にいるとちょっと寒かったです。そんなこんなで今日は石垣島の太平洋側ミアラというエリアに行って潜ってきました。このエリアにもアオウミガメがたくさんいます。2匹のアオウミガメが仲良さそうに岩の下にいるなぁと思って見ていたんですけど、どうやら場所の取り合いをしているようです。ぱっと見ラブラブカップルのような姿にも見えますけど、実際は頭突きをしたり噛みついたりして両者この場所を譲らないという感じです。最終的に左のカメの頭突きがクリーンヒットして、右のカメはどっかに逃げていってしまいました。ウミガメって優しくてピースフルなイメージがありましたけど、やるときゃやるんですね。そしてこのエリアは地形が複雑なので、アドベンチャー感のあるポイントが結構多いです。あとミアラといえばこの魚、七線ベラです。このベラ他のエリアではなかなか見れないんですけど、ミアラには結構たくさんいるんです。すみません、動画全然うまく撮れなかったので写真をご覧ください。かなり特徴的な魚なので一度は見ていただきたい魚です。他にもコブシメが産卵にやってきていました。このコブシメは僕たちをかなり威嚇してます。めちゃめちゃ怒ってます。ということで今日のハイライトはここまで。また次回お楽しみに。バイバーイ。